やっぱりいたか。ミケが君の匂いがすると言うから、本当にいるかどうか確かめに来たんだ。お前の匂いはもう覚えた。何か特別な力を秘めている。はっきりとは分からんが。そうだぞ、ミケさんの鼻はすげえからな。いや、なんとなくだがな。しかし、大きくは外してないだろう。実際のところは、ミケ本人にしかわからないんだから、あんまり真に受けない方がいいかもしれないよ。ところで、兵団の仕事には慣れたか。知りたいことがあれば、こいつらに聞くといい。二人とも優秀な兵士だからな。何かあれば、いつでも俺たちに相談してくれ。今は何か聞きたいことはあるか。ゲルガーは酒の匂いが染みついてるな。ナナバはフルーティーだ。人聞きが悪いな。酒は好きですけど任務中は飲んでませんよ。私はフルーティー。じゃあそういうことだから、これからも何かあれば気軽に聞いてくれ。ああ、戦い方のコツとか兵士としての心構えなんかは、先輩兵士としてそれなりに助言できると思うからね。